はい、皆さん、酒好きな、新潟人の飲酒動画ではありません。今回は、シーフード、俺の大好きな、カップヌードルのシーフードヌードルをビッグバージョンを現在、深夜の2時に、ですが食べるだけの動画です。食べるだけ。ちょっとですね、なぜ食べるかというと、よくよく考えたら俺、薬飲まなきゃいけないんですけど、その薬をですね、ちょっと食い忘れてね、飲み忘れたので、本当はあれで、ね、夕食後に食わなきゃいけないところ飲み忘れたんで、ついでに食って飲むかと。卵を落とし入れて、ですね。端に寄せて、まあ、今回はですね、いろいろ雑談も含めてですね、やっていきたいと思っております。よいしょ。ただ無言で食うだけではございません。今回は酒を飲みつつ、まあ明日休みですね。よし。今回飲むのは、はい、ズブロッカでーす。まあいいや、ズブロッカのロックで、ロック。ロック？まあロックでいいか。まあロックなのかよくわかんないけど。まあズブロッカ美味しいですよ。これね、皆さんまだ飲んだことない人はね、ぜひ飲んでみてください。ZU と書いてあって、ズと書いてあって、ズブロッカなんですけども。こちらですね、ちょっと高いんですが、まあ、アルコール度数が40度。容量が 500ml で、値段がだいたい1100円から1200円ぐらい。ちょっと高い。まあ、ウォッカですね。何かっていうと、種類としては、まあ、ウォッカ。原産国はポーランド。ウォッカです。なんですが、これはですね、桜餅の味がすると。まあ、変わった。味のウォッカになってます。結構甘い。普通のウォッカに比べてかなり桜餅の味がものすごいので、なんじゃこりゃーってなるんですけど。まあ、ここまでね、あれの強い、まあ味が、まあ、特徴的なウォッカっていうのは多分ないですね。今まで俺が飲んできた中では、これが一番。でね、四つ目の方にですね、まあウォッカって言ってズブロッカでググると、俺がチャンネル登録してるんですけど、ズブロッカのね、なんか、美味しく飲むみたいな。まあ、なんか外国人のね、人がなんか、紹介してるね。まあ、公式のね、ズブロッカ公式のチャンネルがあるんですけど、それの動画がなかなかいい。なかなかいい。っていうか、普通に、飲みながらね、見てるとなかなかやべえ。感じなんですけど。ああ、でもすげえな。やっぱ桜餅の。まあでもこのズブロッカなかなか売ってないんですよね。ぶっちゃけた話。そこら辺のスーパーじゃまあ売ってないです。普通売ってないんで、まあネットで買うか。何なりかしてもらうと。まあウォッカ好きな人だったら。まあ主にね、これは割って飲むんじゃなくてストレートですね。
ストレートかロックで飲むのが一番。ウォッカって普通割るじゃん。ストレートで飲むことないし、ウォッカって。まあ、それはわからんけど。まあ、飲む人もいるかもしれない。ただ、これはね、ズブロッカだけはね、割ってはまあ飲まない。っていうこともないけど。ああ、でもそうでもないか。オレンジジュースじゃねえわ、あれや。アップルジュースで割って飲むと美味しい。シャルロッカっていうカクテルになります。それでは、3分経ちましたんで、シーフードね。カップヌードルやっぱシーフードが一番美味しいだな。シーフード。通常のカップヌードルはあんまり美味しくない。あとね、好きなのは塩ですね。塩。カップヌードル塩。あと、カレーヌードルだっけ？カレーのやつもまあ割と好きなんだけど。お、いいですね。いい感じに白くなってます。こいつを、こう、玉を、なんとかこう、割らないようにして、かき混ぜて、このね、シーフードのこのタコがね、うまいんすよ。とにかく。それじゃあ、いただきます。これうまい。もう、この食うときのさ、香り？これはもう、最高。ほんとうまい。うめえ。酒のつまみにこの、深夜2時に、ね、カップヌードルビッグを、シーフードのビッグを食べるっていう。まあ、俺はですね、こんなことをしても、じゃん。これ見てください、この細い腕。普通にこうね、一回りできるぐらいの。ほら。こんなガリガリくんなんでね。まさにガリガリくんですから。全然太んないんですよね。まあでもこれでも一応 BMI は平均なんですけど、まあギリギリ平均ぐらいか。ギリギリ平均ぐらいなんでね。まあ体重60キロの、体重60キロの身長が173だったか4だったかだな。174か。の60キロなんで、あと4キロぐらい太りたいですね。あと4、5キロ太りたいところですけど、全然太んないんで、酒飲みながらね、太るためにちょっと、まあ何かと太った方がね、まあいいということもないんですけど、少なくとも男は割と、こう、ウェイトがないとちょっと、あれですから。ガリガリ君はモテませんからね。まあね、女性はね、別に体重なくても、ウェイトなくても、なんとか別になるからいいんですけど。むしろなくてもいいんですけど、男は基本的に力仕事とかが使うんで、力使う仕事が、多いんでね。
やっぱそれなりにウェイトがないと。ウェイトがないとね、あれなんですよ。うん、ちょっとあれだよね、不利だよね。結局ウェイトイコール力みたいなもんですから。まあ女の人は別に力使うことないからいいけど、あー、うめえ。うん。こういうところにこう、ささやかな幸せを。ああ、ちょっとこの酒がちょっとあれだね。度数高すぎるな。こうなんか食うにあたってちょっと度数が高い。やっぱなんか食うって時は、度数高いやつだと、こう、口がこう、なんか喉がこう、ギラギラってするから、むしろこういうギラ、こう、度数高いのって、ストレートで飲んだりするのは、何にも食わない時の方が、むしろいい。なんか食う時は、割と、何かしらで割って、割ったやつを飲んだ方が、個人的にはいいんですよね。まあ、ストレートで飲む場合だと、チョコレートみたいな少量食べるようなやつとか、アーモンドとか、なんかこう、つまむ程度の、本当に。こう、がっつり食うって気になっ、まあ、がっつりっていうこともないけど。そういう時はこう、あれだよね。それなりに、度数が低めの方が、食った時に、喉が、なんか、イガイガッとして、こう、アルコールでこう、グワッてくる、来て、イテテテってなった時に、なってる時にこう、なんか食うと、なんか、微妙に、食べる時に、食も進まなくなっちゃう。なんか食欲が減退する。まあいいや。まあ、酎ハイ程度のものを飲んだ方が。まあ、なんか食うときは。俺、基本的にまあ今まで食わなかったんですけど。最近は本当にいろいろ食うようになりましたね。酒飲みながら。特に酒飲みながらっていうよりは、酎ハイとかの、ああいう度数の割と低めの酒を飲むときは、食べるようになりました。なんでなんですかね。度数高いものだとね、自然と口に物が入ってこない。うん。うん。あ、うめ。うめえ、この、喉のこの、シーフードのこの、喉にさえ渡るこの喉越し。そしてですね、ここで、君さん見えるかな？これをですね、割ります！ピャー！割っちゃった。割って、微妙に混ぜながら、そんなに混ぜない状態でこうって食べる。だいたい半分ぐらいになったら、半分ぐらいになったら、黄身を割ってこう味の変化を。あ、うめ。うまい。うますぎる。悪魔的だ。ああ、ズブロッカー。
ああ、ズブロッカちょっとあれだわ。だから結局さ、日本酒とかってさ、いわゆる食前酒、食中酒みたいな感じでしょ。ワインも食中酒。あれなんでワインとかって食中酒なのかっていうと、割と度数が低いからなんです。ウイスキーを食中酒とは言わないですよね。ウイスキー飲みながらチャーハン食ってるって人間いますか？いませんよね。やっぱそこなんですよね。割と度数が10度以下ぐらいの、度数ぐらいの、やつってのは、結構、食中酒には向いて、度数が低いと。うん。多分、向いてるんですね。おそらく。で、度数が40度とかになると、もう、何も食べないで、もう飲む。感じにはなると思います。わあ、うめえ。うますぎる。シーフード。ヌードル。考えたやつ。てか、普通のカップヌードルが一番売れてるって言うけど、絶対シーフードの方がうまいんだけどな。個人的にな。あれ、結局違いっていうのはあれ、エビか、普通のカップヌードルがエビ入ってて、こっちはその代わりにタコ入ってる。とか、そんなぐらいですかね。あと、それ、まあ、他にもあると思うけど。基本的にこっちの方が濃厚な気がするんだよね。うん。普通のカップヌードルはちょっと淡白だ。淡白っていうか。うん。うん。やっぱこのタコが。タコの風味が効いてる。うん、うん、香りがやっぱ強いよね、シーフードの。ああうまい。ビッグとか言っても、これビッグとかじゃなくてメガとかもなかったっけ？カップヌードルっていう。ビッグぐらいだとあんまり俺そんなに腹膨れねえんだけど。メガぐらいじゃないとちょっと。俺結構、こう見えても結構食う人間なんで。痩せの大食いっていうやつで。結構普通に食います。あの、すき家の。あの、すき家の、牛丼の、あの、メガ盛りってあるでしょ。あれは普通に食います。食う人間です。だからね、メガ盛りとか言って言ってね、ぶっちゃけ大した、量でもないんです、あれ。うん。多分無駄になんか肉がなんか増えたとかって言うけど、肉はね、別にね、そこまでね、増えてない。肉って結局あれペラペラじゃん。ペラペラなやつをこう、なんかこう、あたかもこう、傘が多いように見せるでしょ。だから別に大して増えてない。だから、こんぐらいのシーフードヌードルぐらいだったら、ビッグぐらいだったら。ペロッと食べちゃいます。でも全然太りません。俺昔言ったかもしれないけど、ケーキ工場で働いてたんですけど、
毎日あのケーキ、毒味役みたいな感じで食べまくってましたけど、全然太んなかった。まあ、太んないっていうのも原因あるんですけどね。なんで太んないかっていうと、俺胃腸が弱くて、結構すぐ下痢とかなったりするんですよ、ね。だからあんまり多分胃腸が弱いんで、分解しきれてない上に多分吸収されてないんじゃないか。多分ね。で、あとストレスとかにも弱いんで、結構すぐあの胃がキリキリしちゃったりして、結局胃がキリキリすると、それで、下痢になったりとか。会社だと本当に、よく下痢ったりします。ひどい時に一日一日会社行ってさ、てか、おかしいな、朝ね、牛乳一杯飲んだんですよ。一杯飲んで、コップ一杯飲んでね。で、会社行ったんですけど、もう朝、もう早速下痢行って、で、立て続けにまた下痢行って、みたいな。なんだかんだで5回ぐらい下痢行った日がありまして。朝に牛乳飲むのはね、やばい。ってことは分かりました。そもそも牛乳ってのはね、あれ下痢起こす人いるでしょ。あれはね、なんでかっていうと、まあ知ってる人いると思うんですけど、日本人ってのは牛乳を分解する酵素があまりないらしくて、ある人はあるらしいんですけど、ない人はないんで、飲むと普通に下痢になるらしい。分解されなくて。まあそれにもちょっと対処法があって、一応チンとかして、レンジでチンしてやると、それなりにマシにはなるらしいんですけど。日本人の半分ぐらいは、牛乳に耐性がない人間がいるらしいです。これは小ネタです。ああ、ズブロッカー。で、俺基本的にラーメンのスープっていうのは好きなんで全部飲みます。大体に。ああ、体に悪いのはわかるんだけど。ああ、やめられねえ。このうまさ。まあ、もったいない精神もありますよ。もったいない精神。まあでも食塩っていうのは、やはり毒とも言われますけれども、まあ人間に必要不可欠なのも塩分ですからね。塩分なしで、水だけ飲んでると、熱中症、なのか、脱水症状かな。になっちゃいますから、まあ夏はね、それなりに塩分取った方がいいです。うん。まあ特に年寄りとかがやっぱ問題でしょ。あんまり塩分取らない人とかっているでしょ。気をつけたりしてて。
それはそれでいいんですけど、やっぱり夏場はやっぱり汗かくんで、ね、塩分取らないとダメな場合もありますからね。うん。まあそういう意味でね、夏場は俺ももう好き勝手ね、こうやって全部スープ飲んだりしてますけど、もう知らんわっていう感じで、もう飲め飲めみたいな、あーうめえ。まあ俺結構味がしょっぱいの好きなんで、あうまかった。うまかった。よし。薬飲んで、寝るか。ということで、ご視聴ありがとうございました。